もぐもぐ、どうも富山のタレントサラアリサです。富山の美味しいものを食べて皆さんに紹介したいということでやってるわけなんですが、富山市でこだわりの味噌ラーメンといえばこちらです。ドーン、富山市国道41号線沿いにあります麺屋丸町富山インター店さんです。外観の看板がインパクトありまくりな賑やかなお店で、とにかく目立っています。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。さーて、麺屋丸町富山インター店さん注文制です。一番ドドーンとメニューに載っていたもつ味噌ラーメンでデュエルスタンバイと、ここで衝撃のランチセットを発見。なんとプラス80円でセットに。コスパの良さにびっくりしながら待ってるぞ。こちらが麺屋丸町富山インター店さんもつ味噌ラーメンです。濃厚そうなスープに野菜ともつがたっぷり、中央には赤玉味噌なるものが載っています。ってことでいただきます。まずは富山生まれの味噌と書かれたそのスープを一口。濃厚で少し甘みがあり、マイルドだけどくどくなくて、こりゃ絶品。スープがあまりにも美味しくて、ちゃっかりもう一口いただいた後に一気に麺をすする。麺は中細のストレート麺で、ちゃんとスープとも仲良しこよしだから、味噌の味を置いてきぼりにせずしっかりと連れてきてくれます。と、ここでもつタイムに突入して、うひょーん。柔らかくてプリプリのもつは臭みゼロどころか、甘みとコクがしっかり感じられる優等生。味噌の味が濃厚なのにびっくりするぐらいすっきりしているから、麺が進む進む。炒めた野菜たちは一口で仕留めつつ、ずっと気になっていた赤玉味噌にジャブを仕掛けたら顔面パンチ。豆板醤や甜麺醤が入った赤玉味噌は、舐めてかかったら危うくフルボッコにされそうな辛さ。もちろん辛いのが苦手な人は赤玉なしも可能。辛いのが好きな人は2皿まで無料という余裕しゃくしゃくな丸長さん。なんと隠し味は果物らしく、辛さの中に酸味やフルーティーさが潜んでいます。辛さの切り込み隊長が甘みにどんどん切り込んで、こだわり抜いた味噌のスープの旨味がアップ。赤玉味噌を全て溶かして後半戦へ。癖になる辛さの中、体が熱くなって汗が止まらなくなってきました。外の気温は氷点下寸前の富山市。ぬくぬくニットを着てきたのが間違いだったのかと思っていましたが、なんでも丸長さんのオリジナルブレンドだというこの味噌に凄まじい発汗作用があるらしく、普段運動しても出てこない汗が気持ちいいほどピューピュー吹き出してきます。美容効果もあるらしくて、そんな嬉しい一石二鳥はあるのかしらと思いながら、汗と戦いラストスパートへと突入。もつと野菜がわんさかと乗って、富山生まれの味噌を使ったオリジナルブレンドのここでしか味わえない絶品味噌ラーメン。甘さと辛さの絶妙なバランスを楽しみながら、どんどん食べ進めることができる一品でした。それではごちそうさん。さあ、絶品の味噌ラーメンいかがだったでしょうか。実は麺屋丸長さん、別店舗で居酒屋さんもやっていて、テイクアウトできる人気の唐揚げやチャーハンなどのメニューも豊富に取り揃えていました。本格的な居酒屋さんのメニューを持ち帰りできると宅飲みもはかどりますよね。店内にはカウンター席やテーブル席の他に、小上がりになっている座敷の席もあって、子供連れのお客さんも多いそうですし、駐車場も広くてアクセスしやすい場所にあるなと思いました。美味しいラーメンを食べながらいい汗をかけるので、ぜひ食べに行ってみてください。この動画がいいね、面白いねと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。それではありがとうございました。